です。中指で5、6弦5弦の5。ベースラインのっていう雰囲気が多分聞かせたんだろうと思います。反復練習ですね。に関しては寝かせちゃっても構わないんで、もう弦一本一本変えるんじゃなくて、寝かせるからそのまんまこっちでも対応できちゃうし、ここは最後ちょっと寄せてもいいけど。